話は進化たちとマルティナから聞いた。わしは悪夢に囚われている間、ずいぶんひどい王だったようだな。そなたがいなければこの国は、いやこの世界はウルノーガに焼き尽くされ、地上の命は耐えていたことだろう。勇者よ、よくぞ悪しき元凶ウルノーガを倒し、ロトゼタシアを救ってくれた。そなたこそ古の勇者老主の名を継ぐにふさわしい若者。今ここに勇者の称号を授けよう。俺たちとうとうやったんだな。お姉様？ごめんなさい。今こうしてみんなとこの場にいることが、なんだかすごく幸せな気がして。嫌ですわ、お姉様ったら。私たちはいつだって一緒だったじゃありませんか。そうよね、変よね。ありがとう。なんだ、急に暗くなりやがった。とてつもなく邪悪な気配を感じます。この力一体どこから。そういえばウルノーガが最後に変なこと言ってたよな。時を遡ってきたのはお前だけだと思うなよとか。あれは一体どういうことだ。王様、大変です。直ちにバルコニーへお急ぎください。勇者の星に異変が。何だと。わしは先に3階のバルコニーへ向かう。そなたたちも急いで来るがよい。なんと禍々しい空の色だ。みんな、あれを見て。勇者の星が落ちているのか。
勇者の星が落ちてしまったのか。一体何が起ころうというのじゃ。何やら胸騒ぎがしてならん。勇者の星の様子を見てきてくれぬか。勇者の星が落ちたのはバクラバ砂丘の方角、デルカコスタ地方へ赴けば何やら見えるやもしれん。おいよ、私も勇者と共に行きます。うん。これまで勇者に刃を向けてきた償いは、勇者の助けになることで果たさせてほしい。まだ俺にも守るべきものがある。お前が世界を救う勇者なら、俺は勇者を守る盾となろう。Thank you.
きさなの。様子を見てこいとは言われたが、こいつはぶったまげたな。何なんだよあの黒い物体は。表面から禍々しい気を放っています。聖なるものでないのは確かですわ。あれが勇者の星なのかしら。このまま放ってはおけないけど、空の上にあるんじゃどうしようもないわ。勇者よ、お困りのようじゃな。生きていたのか、ウルノーガ。このわしがウルノーガとな。そうか、お主らにはわしがウルノーガに見えるのか。わしはお主らの世界では預言者と呼ばれておる。預言者だと。わしに抱く姿形のイメージが人によって違うのでな。そのものに応じてわしの姿は変わるのじゃ。とはいえこの姿では落ち着かんじゃろう。わしには見える。お主らが神の使いケトスに乗って天空の民と出会う姿がな。神の使いケトスに天空の民だと。なんだそりゃ。伝説の笛の音がかの地へ導く。わしが言えるのはそんなところかの。ちょっと待ちなさいよ。全然わからないわ。残された時はわずか。ぼんやりしている暇はないぞ。さ、行くがいい。伝説の笛って言われてもこれしか持ってないし、何か心当たりある？他に当てもないし、試しに吹いてみれば。に会ったのも空飛ぶクジラを呼んだのもまるで初めてじゃないみたい。まあいいわ、私たちはいつも通りあんたについていくだけだから。それじゃあ行きましょう。あの空飛ぶクジラに乗って天空の民ってのに会いに行くわよ。
こは町ごと空に浮いてるのか。いにしえの昔、生き物たちは大樹の加護のもと長きにわたって繁栄し、我ら神の民も大樹のしもべとして平和に暮らしていました。ですがある日、闇が空を覆い、遥か天高くより災厄が飛来しました。その災厄の名はニズゼルファ。地上に現れた黒い太陽、あれはニズゼルファの復活を示しているのかもしれません。ニズゼルファとは、かつて地上を地獄に落とした最悪なる邪神の名。ケタスを操りし勇者よ、事態は一刻を争います。さあ長老様のもとへお越しください。預言者の言っていた天空の民とは彼らのことに違いあるまい。黒い太陽、あれは勇者の星ではなかったのか。とにかく長老に会ってみるとしよう。Thank you.
こちらが我らが長老イゴルタプ様です。長老様は神話の時代から生きている方だよ。普段は深い眠りについておられるからめったに目を覚まさないんだ。勇者を前にすればイゴルタプ様も目覚めると思いましたが仕方ありません。この里に伝わる神話について私の方からお話ししましょう。こちらの壁画をご覧ください。いにしえの昔、邪悪の神ニズゼルファは命の大樹に眠る大いなる力を狙いこのロトゼタシアに現れました。邪神は大勢の魔物を引き連れ邪悪な正気で地上を汚したのです。世界は滅びの時を迎えようとしました。しかし万物の創造主たる命の大樹はこのことを予見し一人の救世主を地上に遣わしていたのです。その者の名は老主、あなたの祖先、伝説の勇者です。老主はケトスの背に乗って大空を舞い広大なロトゼタシアの大地をめぐって共に戦う仲間を集めました。そして戦士ネルセン、賢者セニカ、魔法使いウラノスという頼もしき3人が勇者のもとに集ったのです。4人は力を合わせ勇者の剣を作り邪神討伐へと向かいました。長き戦いの末ついに邪神を倒し平和をもたらしたのです。その話が本当ならば倒したはずの邪神がなぜ今になって復活したんじゃ。残念ながらそれは私にも分かりません。ですが勇者が生まれた意味は分かります。あなたと邪神は表裏一体、邪神を倒すためあなたが生まれたのでしょう。しかし一体どう立ち向かえばよいのか。苗木じゃよ。ん？おお、長老様がお目覚めだ。みんな静かにするんだ。長老様がお話になるぞ。大樹様の苗木を頼れ。苗木がすべてを知っておる。大樹様の苗木？そうか、そういうことか。あなたにお渡ししたいものがあります。入り口にある太陽の神殿に来てください。
あちらの苗木は、遥か古の時代からこの地を見守ってきた聖なる苗木。その中には当時の記憶が眠っていると言われます。残念ながらここにある聖なる苗木からは、邪神ニズゼルファを倒す手がかりを得ることはできないようです。しかし、地上にある三本の聖なる苗木の記憶を読み解けば、邪神討伐の手がかりが得られるやもしれません。それでは、そちらの台座にある聖なる種火に手をかざしてください。これは、あざが反応している？だったんだ今のは。聖なる種火の炎がその器に宿ったってことか。聖なる種火はロトゼタシアの創造主である聖竜様より受け継いだもの。その光は勇者の力を呼び覚ますと言われています。その聖なる炎はあなたがニズゼルファを倒す旅を続ける上できっと役に立ってくれるでしょう。長老様、ここでいいんですか？長老様、わしもその者らの眠れる力を呼び覚ましてやろうと思って。まさか長老様がこんなところまで足をお運びになるとは。この者らの目には希望の光が宿っておる。光を絶やしてはならぬ。大樹の葉より生まれいでしこらに大いなる祝福を与えん。すげえ。勇者がいるから
邪神が生まれるなどという誤った伝承がよからぬ因縁を生んだ。そなたがその長きにわたる因縁を断ち切るのじゃ。清流の加護があらんことを。長老様、久しぶりに起きたからきっと疲れちゃったんだね。起こさないように連れてってあげよう。うん、さあ、地上にあるという三本の聖なる苗木を探しに行くとしよう。そこから邪神討伐の手がかりを見つけるのだ。
今の光景、みんなにも見えていたのよね。勇者様と同じく左手にあざのある方がいらっしゃいました。もしやあの方は。お主ならわかるはず。あのお方こそわしらの祖先、伝説の勇者老主様に違いない。勇者の剣が完成するところが見えたが、これだけでは勇者の星に何が起こったのかわからんな。別の苗木を探すとしよう。ユグノアの王子よ、ドゥルダ教へよくぞ参られました。私は里の大使を務めるニマと申します。我らドゥルダの総一同、古き制約のもとあなたを弟子として迎え入れ、心身ともに健やかに育てることを誓います。いきなりで驚いたかい？堅苦しいのはここまでにして、まずは訳を話そうか。ドゥルダは古来よりユグノアと縁のある里。ユグノアの王家に生まれた男子は幼子の6年間里に修行に出されるという掟があるんだ。ユグノアの王子として生まれたあんたは本来この里に修行に出され、あたいに支持するはずだったんだよ。ユグノアが滅び、それは叶わなかったけど、あたいたちドゥルダの民は16年間あんたが来るのを待ち続けてたってわけさ。ん？お久しぶりです、大使様。今まで顔を出せず申し訳ありませんでした。本当に久しぶりだね。ユグノアが滅びてから心配してたけど、元気そうでよかったよ。なんだいその顔は。
まるで死人でも見るような顔をして。でも不思議だね、あたいもあんたとは初めて会った気がしないんだ。どこか遠い世界で会ったことあるような。おっといけない、可愛い弟子とゆっくり話していたいけど、今はそんなこと言ってる場合じゃないね。空に現れた黒い太陽、あれから邪悪な気をビンビン感じるよ。ありゃただものじゃないね。あんたたち、あの黒い太陽に挑むんだろ。そう来ると思って、あたいが特別な修行を用意しといてあげたよ。その名も蓮舞闘魔行。あたいが呼び出す魔物と次々と戦って、己の力を最大限に引き出す荒行さ。しかもここ数百年誰も制覇できなかった最終試練まで解放するから、覚悟しておきな。修行に挑戦したいときは散歩に言うんだね。はい。太子様、私はこの16年間自らに禁欲を課し修行してまいりました。その成果今こそ見せてやりますぞ。あんたもしばらく見ないうちにちょっとは成長したみたいだね。ではお主たち、早速修行に挑むぞ。この牢に遅れを取るなよ。いやはっ、た、前言撤回。やっぱりあんたは何も変わってないみたいだね。久々に特大の一発をお見舞いするよ。へえ。おっしゃしゃー。